第12回福岡国際女子柔道選手権大会、これから66キログラム級の決勝です。残念ながら日本選手は決勝進出はなりませんでした。今技をかけているのが長身褐色の肌オダリスレベキューバです。そして左側こちら、赤がオランダのクラウディアス・ズビールス選手、スビールス選手です。まあ、テレビご覧の方はですね、小外刈り、はい、有効です、はい、お分かりづらいと思うんですけれども、はい、2人とも非常に背が高いんですよ、でまた手足が長い、はい、日本人には本当にいない体型なんですよね、ですから、まあ、この2人にですね、はい、日本選手敗れたわけですけれども、はい、かなりやりにくさをですね感じたはずですね、そうでしょうね。赤のスビールス選手が181センチですね、はい、で66キログラム級ですからね、本当にあのスタイルも2人ともいいですし ね、 いいですね、モデルさんにしても、いいような体型をしております、そしてオダリスレベの方は174センチです。24秒に小外刈りで効果を奪いましたオダリスレベ、右側です、白。こういう足技の掛け合いから先ほど小外刈りでした。そして寝技に持っていこうというオダリスレベ、大外大内内股小外掛け、いろんな技を持っています。このオダリスレベ、決勝に臨む前の談話ですが、1、2回戦は楽に戦えた、準決勝ブラジルの石井選手には苦戦でした。まあ、今年8月まで日本で小松で武者修行したこの石井選手なんですが、彼女はこれまででとてもやりにくい相手だったと、これからどんどん強くて若い選手が世界は出てくるんだなという、思いがしたということですね。この決勝の相手スビールスとは初顔合わせです。山口さん、この初めて対戦するっていうのは白紙の状態っていうのはね、どちらにもこう考えられるんですが、そうですよね、まあ、ただやはりあのディフェンディングチャンピオンの方がですね、はい、まあ、やりづらさプレッシャーっていうのは感じているはずですね、あ、なるほど。このオダリスレベ選手は今年のフランス国際のチャンピオン、まあ、フランス国際というとね、はい、世界選手権、そしてまたこの福岡国際もそうですが、非常にあの世界から強い選手が集まる価値のある大会ですよ ね、 そうですね、ここで優勝したということですから、やはりレベは力を持っています。お、大内刈りですね、大内刈り技ありですね、大内刈り技ありです。先ほどからああいうふうにあのもつれたときに、やはりオダリスレベの方に一日の長があるという感じですが、です、ね、このレベはスポーツエリートが通っている、国内を代表するスポーツ選手が通っている大学なんですが、マヌエル・ファファルド大学に、通っています。52キロのベルデシアもそうですね、24歳のオダリスレベ、技ありと効果をリードしました。すでに72キロを超えるクラスで鮮やかな劇的な逆転勝利で優勝の安野、72キログラム級では田辺が残念ながら優勝はなりませんでしたが、国際舞台への復帰の第一歩は確実に記したと言っていいでしょう。まあ、この階級はですね、日本では、アジア大会優勝の大石選手、はい、そしてまあ今回大石選手は欠場してますけれども、まあ、若手は育ってはきているんです、はい、ただやはりあのこの決勝戦を見ても分かるようにですね、あの非常に強豪の揃っている階級でもあるんです、はい、ですからやはり日本がこの階級で来年世界選手権でメダルを取るためには、はい、まあ、非常に難しいと、あの思います。これを返しました。これはどうでしょう、両者ポイントありません。副審が効果、副審が2人効果ですね、はい、やはりこういった体型の選手が日本にいればですね、練習の仕様もあるんですけれども、日本になかなかこういう選手たちがいませんので、そうですね、対策の立て方もですね、非常に難しいんですよね。そう、一年中世界に行ってこういう選手とばかりやってるわけいかないわけですからね。そうですね、それでも確かに強化で今あのヨーロッパにね、はい、年が明けると行きますし、かつて山口さんの頃に比べますと随分とあの海外でのそういう経験もね、豊富にはなりました、はい。このスビルス選手も美しい選手ですね。そうですね、調子でね、でまたですね、非常にあのユーモアがあって、はい、いつもみんなを笑わせてるんですよ、この選手は。スビルス選手ね、まあ、いつも大会終わりますと明日はですね、
本当にこの勝敗を忘れてフェアウェルパーティーで歌ったり踊ったり楽しむんですが、はい、その時には選手はねこの柔道着ではなくてもちろんそれぞれがその、自身の私服といいますかね、はい、ドレスアップですね、ドレスアップして会場に現れます。まあ、ズビール選手あるいはオダリスレベ選手、どんな、ね、スタイルでコスチュームでこのフェアウェルパーティーに、登場するのか楽しみです。まあ、この、なんて言うんでしょうね、気分の転換というんですかね、はい、そういったものが非常にスポーツのいいところだと思いますよね。まあ、こういって競技やってる時にはですね、はい、もう本当闘志むき出しで戦うわけですけれども、はい、またある一面非常に女性らしいところがあったり、ね、はい、残り時間が20秒になりました。やはり男子柔道と違ったね女子の柔道の魅力っていうのはやっぱりこういう国際大会ではねたくさん見られます。残り5秒になりました。現在技ありを取っていますので、このやはりオダリスレベに軍配が上がりましたね。はい、やはり自力的にですね、はい、レベ選手の方が、うん、若干上かなという感じがしました。はい、しかしこのズビールス選手もまだ21歳ですからね。はい、これから伸びてきますね。オダリスレベ選手が言うように、どんどん若くて強い選手が出てきてるんだなという印象を、持ったこの試合です。オダリス、キューバのオダリスレベが、オランダのズビールスを破りまして66キログラム級優勝を飾りました。